宇土櫓の改修が進む中、熊本城のふもと加藤神社には晴れ着姿の子どもたちや家族連れなど七五三参りの人たちでにぎわっています。数え年で子どもの成長を祝う七五三。今日はありがとうございます。ねえねえ何歳ですか？4です。4歳ね。楽しい気持ち。今年は新型コロナの5類移行を受け、参拝者にも変化が。お父さんお母さんとお子様だけではなくて、3世代だったり、もう親族総出でお子様のお祝いにおいでになっている方が多いなと感じております。中には鹿児島から3世代で訪れている家族も。女の子2人かわいいですね、こう並んで。嬉しい。紫好きだから自分。3歳の時はね、コロナもあったりとかってしてたので、今はね、こうやってマスクも外してお参りできてよかったです。いろいろ会場になって、はい、よかったです。もう一緒にお参りできて、はい、とてもよかったです。今日はすくすくと健やかな成長を願って、かつての七五三の姿が戻りつつありました。